色は、ウィンザー&ニュートンの、ウルトラマリングリーンシェード、ウィンザーバイオレット、バーントシェンナ、サップグリーン、この4色が基盤色になります。通常、いつも大体が、この4色で描いてます。あとは霧吹きと、筆2本を使用します。今回は、簡単にですけど、説明を入れたいと思います。まず霧吹きで紙を濡らします。あまり近くから霧吹きを吹くと紙がびしょびしょになるので、まあ15センチぐらい離して霧吹きを吹いています。で、最初ですね、下地色を入れていきます。今土の部分ですね、これをバーントシェンナーとウルトラマリンを混ぜて薄い状態で塗っていきます。筆を横に動かして、ドライブラシで少し隙間が出るように塗っていきます。下地は基本的に薄い色でいきます。まだこういう色を塗る必要はないです。形もまだあまり意識する必要はありません。ちなみにちょっとしゃべりは得意じゃないので、なんかちょっと分かりにくいところもあるかとは思いますけど、ご許しください。上部の木々の下地を塗ります。ここはですね、円形として捉えるので、色味を少し青みに、青系のグレーに寄せていく感じです。サップグリーンにウルトラマリンを混ぜるだけでいいと思います。で、右手の方は、少しこう金系、手前の島にある木にしますので、ここはサップグリーンが多くですね、若干明るめの、金系に近い色で、塗っていきます。島の上にある草の部分までですね、ここの部分まで下地を入れていく感じです。まだ形は捉える必要ないです。で、ここから今、面相筆のちょっと使い古したやつですけど、これをバサバサにした状態、今ぐるぐる回してると思うんですけど、この状態で影を入れていく感じにします。色はサップグリーンとウルトラマリンとバイオレットを混ぜてます。で、軽く霧吹きを吹いて、少し一部でもにじみが出て形が曖昧になるところと、今乾いていて、シャープになるところも作っていきます。木と、陸地の接地地点に影が入る部分が多くなるので、この辺は多めに塗って、強く塗っていっていいと思います。下地の色ですね、明るい色を消しすぎないように塗っていきます。この付近に関しては今霧吹きで結構水が入っている状態です。なので、一部は、ぼやっとウェットな状態でにじむ部分と、少し形が残る部分が出てきます。地面との境目部分ですけど、地面が少し傾斜しています。なので、少し影を斜めに入れていくと、少し傾斜の感じが出てきます。ここもドライブラシとかを使って、ちょっとかすれを利用して描いていきます。今、水面部分と、陸地の下地を入れる、感じですね。ここ、今の部分は、
上の陸地の反射部分です。ここも今の段階で下地を入れておきます。筆を横引きに、入れる感じですね。で、下地に今水が入っているので、もやっと、まあ、自然にぼかしがウェットインウェットで入る状態です。下の方の陸地の部分も、薄く、とりあえず薄く塗っていきます。バーントシェンナーと、今ちょっと暗くなっているところは、ウィンザーバイルットですね。この2色で、やってます。ここから水面に入っていくんですけど、まあ、この辺が一番大事なところですね。島とかが今明るい状態で終わっているので、ここの水面部分をいかに強く入れるかがポイントです。ここ強く入れることで島とか、まあ、明度差が出てくる感じになります。で、今霧吹きで、まあ、ちょっと島の部分だけ手で避けてあげて、上の方にだけ水を入れている状態です。まあ、この時はまあまあ水が全体的に入っている状態です。色はサップグリーン、ウルトラマリンと、バイオレットですね。この3色で、ほぼ黒っぽい色、まあ、強いグレーを入れていきます。で、こっちの左手の方は少し、サップグリーンの割合を少し増やしてますね。使う水の量はちょっと難しいところではあるんですけど、水が多すぎると、多分きれいに広がって上の反射の土の色がなくなっていったりするんですけど、少なすぎると全く色が動かない状態になります。ちょっとまあ絵の具が放射状にというか下にとかこうさっと動くぐらいの水の量で描くことがポイントです。あとはまあ素早く、まあ半乾きになる前に終わらせることです。結構スピードを速く書かないといけないです。で、この辺りはまあネガティブペインティングで後ろの方の小さで、右の、島の上にある草の形を出している状態です。
今やってるのは、筆の水を、拭き取ってあげて、絵の具を少し取る作業をしてるんですけど、これちょっと映り込みとか反射を入れていくんですけど、これも水が筆についてる状態だったら逆にバックラン、にじみができる状態になっちゃうので、ここもですね、ちょっとやり方次第ではちょっと難しいところではあります。今はコントラストの調整とか少し石ころとかちょっと出っ張ってるところとかを作っていきます。白く空いたところがポイントですね。白い隙間とかの下に暗い色を入れていきます。今土の凸凹感を出す作業ですね。ドライブラシで軽くちょっとかすれを作りながら入れていって、この後ちょっと隙間とかちょっと白くなっているところの下により暗い色を入れて凹凸感を出していきます。写真では水面に青色とか入ってないんですけど、全部に色を入れすぎると画面全体が重ったるくなるので、一部ですね、青いところを入れて空を感じさせるように、空の映り込みに変えるようにしました。まず今、色を塗ってないところの下地ですね、ここに水を入れていきます。で、左側の一部に、これも横に筆を動かして、青系の色を入れて、あとは動かすだけですね。縦に一気に90度ぐらいに傾けて、水の力で動かしていきます。で、ドライヤーで、乾かします。はい、ここから、下の方の水面ですね、一番大事なところに入っていきます。ここもまずは、水で、濡らします。
まあ、紙がウォーターフォードを使っているので、下に塗った色が取れにくい感じですね。まあ、ウォーターフォードの特性は、色が取れにくいことですね。まあ、ワトソン系とかは、大体下地の色が上から水で触ると取れると思いますけど、ウォーターフォードとかアルシューは、なかなか食いつきが良くて色が取れにくい感じです。まあ、なので重ねとかがしやすいタイプの紙になります。で、コムまあどれぐらいちょっと強い色は入れられるかどうかですね。コム今、サップグリーンと、ウルトラマリンとバイオレットの3色で暗い色を作っています。で、コマ思いっきり強く置いて、あとは動かして調整していきます。まあ、大枠の強い色がもう入れ終わったので、まあ、ここから微調整の段階ですね。ちょっと細かく触っていきます。
マスキングしていた詐欺の部分ですね、これを外して微調整をしていきます。ちょっとした調整なんですけど、マスキングテープを使って、詐欺の写り込みの白い部分ですね、ここを少し作っておきます。両サイドにマスキングテープを、貼ってあげて、抜く部分、白く抜く部分を、メラミンスポンジですね、激落ちくんとかお掃除するやつで、水をつけて、抜いて、ティッシュで取るという感じです。ここから先はちょっと薄いところとか、そこを濃ゆくしたりとかの、微調整をして、終わりとなっていきます。ありがとうございました。